ジョナサン・フランチェスコビチ・ゲレイロは、オーストラリア出身、ロシアの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ティファニー・ザホースキー、エカテリーナ・プシュカシュ、エカテリーナ・リャザーノワなど。母は元アイスダンス選手のスベトラーナ・リア・ピナ。2011年世界ジュニア選手権2位。母は元アイスダンス選手で現在はコーチ。 振付師のスベトラーナ・リアピナ、父は、ポルトガル人でスベトラーナが参加していた、トービルディーン・ロシアン・オールスターズ・アイスショーのツアーマネージャーをしていた。ジョナさんは二人が今日構えたシドニーで生まれ、多重国籍を持つ。オーストラリアで競技を、始め、2004年に、当時のパートナーと共に、オーストラリアからロシアに、スケート留学したが、 ゲレイロはそのまま、ロシアにとどまり母、スベトラーナもロシアに移り同じスケートクラブのコーチを、始めた。ロシア所属の選手として2006年に、エカテリーナ・リャザーノワとカップルを結成、ジュニアグランプリシリーズに参戦。翌シーズンには、ジュニアグランプリファイナルに進出、世界ジュニア選手権にも初出場し6位に入る。2008から2009シーズンには、 ジュニアグランプリマドリード杯で優勝。ジュニアグランプリファイナルでは3位。世界ジュニア選手権でも3位に入った。しかしこのシーズンをもって、カップルを解散した。2009から2010シーズン、エカテリーナ・プシカシュとカップルを結成。コーチをナタリア・リニチュクに変更し、練習拠点をアメリカへ移した。デビューとなるジュニアグランプリブラオエン・シュベルター・サカズキで、 優勝するなどし3期続けて、ジュニアグランプリファイナルに進出。世界ジュニア選手権でも3期連続出場し6位に入った。翌2011年大会では、銀メダルを獲得した。2011から2012シーズンより、シニアクラスに移行。ロシア選手権では4位。ババリアンオープンでは、銀メダルを獲得した。シーズン終了後に、 ニコライ・モロゾフへコーチを変更した。2013から2014シーズン、アンジェリカ・クリロワにコーチを変更し、練習拠点を再びアメリカに移した。シーズン終了後には、プシュカシュとのカップルを解消した。2014年4月、イギリス人のティファニー・ザ・ホースキとカップルを結成。ロシア所属で競技を行い、ロシア選手権では5位に入った。 2015年10月、ザホースキのフランスからのリリースが認められ、ロシア代表で競技を行うことが可能になった。2015から2016シーズン、国際大会デビューのサンタクロース杯で優勝した。2018年欧州選手権での演技2011年、ロステレコム杯にて、ありがとうございます。